どうぞどうぞ、こちらが楽屋です。ああどうもどうも、ちょっと寝起きなんでテンション低めでお願いしますよ。頭ガンガンしてるんで今。本当の楽屋を借りる資金がなかったので空き教室を利用してるんです。行動からちょっと遠くて不便なんですけど。ああよかったよ、最初が初めで。スバルとかがさ、主人公ちゃんさーって来たら俺ブチ切れたかもしれないわ、寝起きだから。竹星先輩、転校生の先輩も遠慮せずお上がりください。ああいいね、マイナス4もやってる。頼もう。やってるかね諸君、感心感心。もうちょっと低くしてくれテンション。竹星先輩は何者なんですかそれは。落ち抜ききついから。はじめちゃん、お前遅いぜ遅いぜ、待ちくたびれちゃったぜ。よかったな、こっちでも声あんだな。他のみんなはもう準備できてるぜ、あとははじめちゃんだけ。おっと、なんだ急に飛びついてくんの。いやこのセーラー服ってちっちゃい子が着ると可愛いけど、でかい男が着ると本当に海の男だから、海兵だからな。ポッパ兵みたいなもんだからな。おや、お前誰だ。すごいよな、こんなに印象が変わる服もないよ。こっちのセリフだ。なんだお前は、シノノンの友達。ちょっとお気づきだからやめてよお前ら。あ、ミツル君ごめんなさい、受付の仕事が長引いちゃって。紹介します、僕とクラスは違うけど同い年のお友達で一緒にユニットを組んでる天満ミツル君。一時に声がなかったやつな。えへん、俺ははじめちゃんの第一の親友にしてバービッツの誇るスーパースター天満ミツルだぜ。よろしくだぜ。だぜだぜ、やかましいなこの子は。君も大概やぞ。ともあれこっちも名乗ろう、俺はシノノンの第一のファンにしてトリックスターのセンター明星スバルだぜ。よろしくだぜ。だぜが映ってますよ先輩。うるさいだぜ。はじめ、バカやってないで衣装に着替えろ。おお、トムヤじゃねえか。俺たちの出番はまだ先だけど、一通り打ち合わせとリハやっときたいから。あ、トムヤ君。そうですね、僕も着替えないと。ごめんなさい、とろくて。本当に出番の前にバイトしないでほしいよね。謝るなよ、悪い癖だぞはじめ。これ衣装な、ちゃちゃっと着替えとけ。あの帽子どうやって固定してんだろう。はい、いつもありがとうトモヤ君。こっちのセリフだってば、はじめが校内資金とか稼いでくれなきゃこの衣装も作れなかったんだし。トモヤは普通のことしか言わないな。ま、アホのミツルが勝手に注文しちゃったんだけど。えへん、いやでも外注した方がいいって、手作りより可愛いやんね。褒めてないから、お前足並み揃えろよ、勝手に突っ走んな。ついてくの大変だし、俺たちはユニットなんだからさ。なんてまともなことを言うんだお前は。トモヤ君が気配りしてくれるおかげで僕たちは空中分解せずに済んでるんだなって思います。1グループに1トモヤ置いた方がいいわ。トモヤ君はナビッツの大黒柱ですね。いつも助かってます本当に。そう思うんならあんま苦労をかけないでくれよ。でもまあ、お前らはうちの学院の奇人変人の中ではまともな方だからな。まともいいのかな、トモヤ以外。だからユニットを組んだわけだし、うちの演劇部の変態仮面の相手するよりよっぽどラクチンだしな。やめてよ変態仮面っていうの。演劇部ってことはお前ホッケーの知り合い。ホッケーって誰っすか、もしかして北斗先輩。何伝わんだよ。そうそう、俺ホッケーとユニット組んでんの。ふーん、北斗先輩をラビッツに誘った時戦略があるからって断られたんですけど、あなたのことだったんですね。トリックスターなかったら北斗ラビッツ入った可能性あるんだ。もしかして今日の対戦相手。やだな、北斗先輩とは戦いたくないんだけど。違うよ、俺はただ応援に来ただけ。そういや、ちゃんと調べてこなかったんだけど、シノノンたちどのユニットと対戦すんの。百聞は一見にしかず、とくとご老次郎。
裏踊りチームとかだろうな。行動に放送委員の権限でカメラ仕掛けてきたぞ。客の視点から映像でドリフェスが見られる。夏菜じゃん、よく見てら。あ、そうか、この頃はアイドル活動ちゃんとしてんのか。もう先行のユニットはパフォーマンスを始めてるぞ。2期では引退してんだよな。引退ってか休止か。また随分ちびっこだな。ラビッツは1年生中心のちっちゃくて可愛いユニットなんです。いや、いいよね、そういうの。あ、シノノ、それが専用衣装、ほんと可愛いね。突然2年生になってからなんか筋トレとかに目覚めてほしいよな。全員ムチムチだったらやだもん、なんか本当に海兵のダンスみたいな。ありがとうございます。いや、可愛いね。和むな、お前ら、人の話を聞け。あ、すみません、兄ちゃん。兄ちゃん、こいつも1年生、ちっこいな、かわいい。かわいいって言うにゃ言うにゃ。3年生だ、先輩だぞ。え、先輩、嘘だ、他の1年生の誰よりも背がちっちゃいのに。へえ。ちっちゃいって言うな。俺は3年 B 組テニス部部長、放送委員長、そしてラビッツのリーダー、ニトナズナ。すごい、キャラ付けが多いな。名前もかわいい。キャワイイ。あ、にゃ、喧嘩売ってんのか、ムカチク。ムカチク、ドリフェスの直前で気が立ってるんだ。立ってるんだ。も怒れば噛みつくんだぞ。噛みつくんだぞ。怒るとしたったらずになるんだな、かわいい。これは狙いすぎてますね。嫌いじゃないです。撫でるな。おい、はじめちん、こいつなんとかしろ。っていうか、部外者連れてくんにゃ。すみません、でも応援してくれる人は大事にしなきゃって兄ちゃんがいつも言ってることですよ。うん、悪気があったんじゃないならいいけど。邪魔だけはすんなよ、お前ら。寛容だな、多分悪気はあったと思うよ、スバル。それより映像を見ろ、俺たちの対戦相手のパフォーマンスを。敵を知り、鬼俺を知れば百戦ありゃうかりやつ。もはや噛みすぎて何言ってるか分かりません、兄ちゃん。逆に難しいだろ、その言い方。まあ、浮かれてられんのも今のうちだぞ。俺たちの対戦相手はあの生徒会のユニットだからな。ああ、生徒会か。あ、でもルーキー戦って出ないんじゃなかったっけ。ああ、今回違うのか。そうか、 S1 か。生徒会、よりにもよって最悪の相手っすね。あ、そうか、デビュー戦はもう終わったのか。うん、気引き締めろ、出ないと俺たちは生贄のウサギだぞ。踏みつぶされてミンチにされて生徒会の餌になっちゃうぞ。たとえ怖。今回ドリフェスに参加するのは生徒会長が長期入院で不在の今、生徒会の最強戦力といえる副会長のユニット暁だ。もう暁じゃん。でも暁メガネしかなくない。相手にとって不足なしだぞ。まあ向こうは俺たちのことなんか敵とすら思ってないだろうけどな。今の暁よりいいの暁でメンバー違うよ多分。せいぜい一泡吹かせてやろう、俺たちラビッツの全身全霊で。竹星先輩、お茶をどうぞ。ありがとう、シノノ、至れり尽くせりだね。てか、俺がお茶とか用意すべきだったかもね。本当にね。シノノンたち、これからドリフェスの本番でしょ。邪魔しかしないもんな、俺たち。あ、かわいい。いえいえ、お客様はのんびりくつろいでください。どうぞ、転校生さんも。オレンジペカはお好きですか。なんかこう言うとあれだけど、エロゲのスチルみたいな。お前ら和むなというのに。まあいい、配線つないで教室備え付けのテレビに映像を流すぞ。よいしょ。おお、さすが放送委員、手際いいっすね。俺、自分が関係ないドリフェスでも映像配信とかやってるもん。慣れたもんだぞ。はじめちん、お茶飲むのはいいけど衣装は汚すなよ。なんかあだ名もあざといもんな、はじめちん。はい、皆さん椅子がありますから座ってください。はじめちんはなんでそうおもてなしが好きなんだ。まあいいけど、のんきにしてられるのも今のうちだぞ。俺もこじちんって呼んでくれよ。映像来たぞ、俺たちの対戦相手
暁のパフォーマンスをよく見とけよ。全然方向性違うな、暁とラビッツって。まあ、それが面白いのか。どれどれ、見せて見せて。身を乗り出すなよ、ミツルチン。他のやつが見えないだろ。たく、ラビッツは本当保育園みたいな感じだな。ラビッツはほぼほぼ完成形だったのか。なんか2人と変わんねえな、メンバー。兄ちゃんもお茶をどうぞ。ありがとう。もう行動と空き教室の間をドタバタ走り回ったから喉が渇いちゃったぞ。お疲れ様です、兄ちゃん。ところでどうでもいいんだけど、なんで兄ちゃんなの？なんで兄ちゃんなの？名字がニトだから。お兄ちゃん年上って感じでいいだろ。お茶うまー。あさてーなー。かわいいな兄ちゃん。ほんと3年生とは思えないな。こんなちびっこ集団で生徒会とまともに戦えるのかな。まあでもアイドル、男性アイドルではやっぱ等身高くてスラッとしてるイメージだから、こういう可愛いのを武器にしてるのがいいと思うけどね。まあ俺たちも他人の心配してる余裕はないか。なんか差別化できるというか。それよりも生徒会の現時点での最強戦力暁、そのパフォーマンスを見ておくのは生徒会と敵対する予定の俺たちにとってもそうはないはずだ。シノノンの応援に来て思わぬ拾い物かも。どうせならシノノンたちに生徒会をぶっ倒してほしいけど。もうそしたらラビッツが生徒会だけど、牛耳れるけど。シノノン頑張ってたからな。その努力は、情熱は報われるべきだ。うん、間が悪いな。ちょうど1曲目が終わって2曲目に突入する直前ってとこだぞ。今のうちに暁についての予備知識を共有しとこうか。ともちん、説明してくれる？なんで俺がと言いたいとこだけど、確かに適任っすね。ていうかライブの前に敵情の話なんだ。俺は長らくアイドルじゃなくてただのファンだったから、この学院のアイドルについての予備知識は割とありますし。あ、今回の解説役はともやか。適材だね。暁は生徒会長が不在の現状、学院最強と言っていいユニットです。雰囲気は和風、伝統文化に基づいた地に足のついたパフォーマンスを得意としています。地味とも言えますが、つまり堅実ということです。物は言いようだな。人類が何百年も築き上げてきた音楽の歴史、人を楽しませる技術の結晶こそが伝統文化です。そういえば刀振りましたよ、違うな。それを極め完璧にやり遂げる暁のパフォーマンスには小手先の芸には出せない重みと深みが生じます。伝統文化の大津波には誰も抗えずに押し流されて一気に制圧されます。王道ゆえに揺るぎません。なんか暁のライブだけなんか掛け声とかコールとかなんか変そうだもんな。よ日本一みたいな。科学、よーポン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 みたいな。伝統文化の強みは歴史の重みです。そんなすごい人たちが対戦相手なんですか？えへん、敵が強いのは織り込み済みだぜ。当たって砕けてやろうぜ。砕けてどうする、やるからには勝つぞ。お前らカビの生えた古臭い芸能なんか若者の心に響かない。アイドルは若者の文化だ。過去の異物にでかい顔はさせないぞ。結構口悪いな。とはいえ伝統文化を重んじながら暁はそれを現代風にアレンジしている。重くて深くてしかも響く、完璧だ。強すぎる。ユニットを構成する一人一人の技能も高すぎる。しかも最高権力者たる生徒会という権威も学院の後押しまである。まさに王者。正直俺たちには勝ち目ないかもな。やっぱ衣装やべくしかねえな。でもまあ一番年上の俺がひるんだらいかん。泰然としていよう。怖いもの知らずのうちのガキンチョどもが最大限に持ち味を発揮できたら万が一だってありえるんだ。でも向こう水なだけじゃダメだ。生徒会の手のひらの上で踊らされるだけだ。
しっかりした俺のようなお兄ちゃんが支えてやらないと。それに負けても命が取られるわけじゃない。この子たちなら敗戦だって糧にして成長できる。よかったな、2期だったらなんか負けたら命が取られるべきだったけど。俺の仲間たちは可愛いだけが取り柄のガキンチョだけど、その分無限の伸びしろがあるんだ。そんな未来のある将来有望な子供たちなのに、なんか2期と比べてまだちょっと穏やかだな。今の夢の先学院じゃ3年間うつむいて生徒会の顔色を伺ってビクビクしながら過ごすことになる。そんなの間違ってる。少しでもこいつらが輝けるように助力する。それが俺の役目なんだ。よし、目にもの見せてやるぞ生徒会。生きてるか勇気。自分でも不思議だけど生きてるみたいだよ日高くん。何されたの。ひどい顔色だぞ勇気。あとなぜそんなに服がボロボロになってるんだ。そっちの特訓はそんなにきつかったのか。切り裂かれてるじゃん。日高くんこそ亡者みたいな顔色と声だよ。なおのことスバだけなんかずるいな。お互い地獄を味わったようだな。これが2週間続くんだよね。もう1週間過ぎたら誠全裸だろ。エッチなスチルだ。ちょっと後悔している。俺途中で死ぬかもしれん。そうなったら後のことは頼むぞ。俺たちはもしかしたら悪魔に魂を売り渡したのかもしれん。もうこの辺に散ってるその水滴とかを吸ったタオルとかをメルカリで売れば高く売れるんだろうな。うまい例えだね。北斗汁で。もはや笑うしかないね。これで生徒会に勝てなかったら真面目にショック死するかも。確かにここまで特訓したしな。そうだな、絶対に勝とう。でないと流した血の汗と涙が無駄になる。一方その子スバルは楽屋でお茶を飲んでいる。泣いたんだ日高くん。君の涙って想像できないんだけど。笑い泣きをさせられた。俺の特訓はそういう趣旨だったんだ。俺はもっとリラックスし柔軟になるべきだという話だったから。すごいな、双子のエピソードトークとか滑らない話を聞いたんだ。ひたすら双子の漫才を見せられちっとも笑わずにいたら全身をくすぐられた。そのまま笑い死に寸前まで追い詰められたんだ。ほぼくすぐりじゃないか。じゃあと柔軟性を養うためという名目で酸っぱいものもたくさん食べさせられた。あ、お酢とかってこと。あと柔軟運動をしたり、何の意味があるのか皆目わからん。めちゃめちゃ体柔らかくしようってんじゃん。笑いすぎて腹筋と表情筋が痛い。双子の仕草などを見て適切なタイミングで笑わないとくすぐられるんだ。ほとんど拷問だった。やだなその拷問。だがおかげで随分詳しくなったぞお笑いに。どこ目指してんの。僕たち確かアイドルだったよね。うむ、そのはずなのだが、なぜか俺は基本的にお笑いの稽古をしていた。その過程で自作の漫才もやらされたぞ。つら突然作ったネタやせんのつら。日高くんが漫才ってそれも想像できないや。どんな感じなの。ちょっと見せてくれよ。言いたくない、忘れたい。だがこれになれなくてはいけないんだ。でも滑った時の感覚はな。バックボーイになるからな、あの感覚。何か言った後にシーンとなるこの空気感ね、あれにならないようにしないとっていう汗が出るからな。俺は何度も何度もバカになれと言われた。だから俺はバカになろうと頑張って頑張ったのに。もういい、いいんだ日高くん、何も言わなくていい。
お疲れ様だったね。なんか北斗は考えた笑いよりもなんか天然の笑いの方が面白そうだもんな。